幹事社のホームテレビです。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は14時を予定しています。ご協力お願いします。まず知事からの発表がありますのでお願いします。はい、今日は発表項目が2点ほどありますけれども、その前にですね、この熊本の地震についてですね、ちょっと一言申し上げたいと思います。先週の14日から熊本、そして大分両県で続発をしております一連の地震でお亡くなりになられた方々に対しまして、謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々が一日も早く日常を取り戻していただきたいということを心より願っているところであります。現在もなお余震が引き続いて発生をしている中で、多数の方々が避難をされておりまして、被害の状況についても依然として全体像を把握できないといったような状況にあります。本県としても全国知事会を通じまして被災地への支援を申し出ているところでありますが、合わせて情報収集に努めて必要な支援について取り組みを行っているところであります。具体的には広島県 DMAT につきまして、関係医療機関において4月16日の早朝から派遣をしていただきまして、16チームが派遣をされております。また4月15日からは広島県災害派遣精神医療チーム、いわゆる DPAT と呼ばれるものですが、この先遣隊を派遣をして、引き続き第2班も18日に派遣をしております。県外に派遣をするのは今回が初めてであります。その他災害時公衆衛生チームの派遣を18日に行いました。また救援物資として要請にありました毛布2万枚を17日に送付をしております。そして本日19日ですね、被災建築物の危険性の判定のために県と市長の職員を合わせまして10名を被災地に派遣をしたところであります。現金については本日県庁舎内に募金箱を設置をしたところでありまして、集まった現金は後日日本赤十字社に寄付をして被災地に届ける予定としております。今後さらに必要に応じまして、追加の職員の派遣を行うなどの対応も検討してまいりたいと考えております。被災されている方の中で一時的なものを含めまして他県に避難をとお考えの方がいらっしゃいましたら、広島県におきましては住宅の県営住宅の無償提供を行っております。当面の生活に必要な備品も備えて受け入れ体制を整えておりますので、ご遠慮なくお問い合わせをいただければと思っております。平成26年の8月に本県で、発生をいたしました土砂災害においては、全国から心温まるご支援をたくさんいただきました。現在も引き続きこの災害からこの復興や減災対策に全力で取り組んでいるというところでありますけれども、全国の皆様からいただきましたご支援のお気持ち、ご支援へのこの感謝の気持ちをですね、込めて今回できる限りの支援を行いたいと考えております。今後具体的な内容が固まれば、またさらにですね、県のホームページや報道機関の皆様にもご協力をいただきながら発信をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。最後にこのような大きな地震はいつどこで起きるかわからないということがあると思っております。県民の皆様には避難場所や避難経路の確認、あるいは非常持ち出し品の準備など災害への備えをお願いをしたいと思っております。それでは発表項目に移りたいと思います。1点目は広島ブランドショップタウの運営状況についてであります。ご承知のように広島ブランドショップタウ、平成27年にオープン、失礼しました、24年7月にオープンを
したところでありますが、平成27年度のですね、来店者数約85万人、これは前年度比で 109%、 9% の増でありますが、となりまして、そのオープン以降累計で270万人に達しました。また売上額、これは27年度約9億円になりました。前年比 121.7% と、こちらも順調に増加をしております。この状況ですけれども、イベントスペースを活用いたしまして、牡蠣であるとか、あるいはレモン、カープといった広島の宝の情報の発信をしてきたということ、また周辺のアンテナショップなどと連携をしまして、スタンプラリーなどを開催をしてきた、あるいはテストマーケティングコーナーを常設しまして、バイヤーの反応をフィードバックをすることによって、商品を改良するということを支援してきたことなど、こういったことを継続して取り組んできた成果だというふうに考えております。でまた、こういった取り組みが首都圏のメディアにも多く取り上げて、いただきまして、さらなるご来店や売上につながったものというふうに考えております。そして、さらにですね、店舗の設置目的の一つであります県内事業者の、ビジネスチャンスの創出につなげる販路開拓の取り組みにつきましても、首都圏において他方が認知をされることと相まって、首都圏の小売店等との制約件数も増えているというところでございます。他方は今年の7月に5年目を迎えることになりますが、売上額などの増加という点では一定の成果が見られたとは思っておりますが、首都圏消費者に対する認知度はまだまだ、なんせ非常にこのマーケット大きいものですから、これはまだまだかなと思っております。広島ブランドの価値向上と広島ファンの拡大というのが当初というか本来的な目的でありますので、この目的の達成に向けまして、引き続きこの店舗が有する機能をさらに向上させまして、首都圏はもちろんですけれども全国に向けて、さまざまな本県の魅力を発信して、いきたいと考えておるところであります。